産業技術環境局は、中央省庁である経済産業省の内部部局の、一つ。産業技術政策、標準、環境などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編に、際して、旧基礎産業局、旧機械情報産業局、旧生活産業局、旧環境立地局を再編して発足した。経済産業省組織令。 第7条では、以下の事務を産業技術環境局の所掌事務と定めている。経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。民間における技術の開発にかかる環境の整備に関すること。高工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。高工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び女性並びにその成果の普及に関すること。 高工業の科学技術に関する研究及び開発ならびに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。全3号に掲げるもののほか高工業の科学技術の進歩及び改良ならびに、これらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。経済産業省の所証に係る基準、認証制度に関する。 総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。軽量の標準の整備及び適正な軽量の実施の確保に関すること。地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。経済産業省の所掌にかかる。 産業郊外の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る環境と調和の取れた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること経済産業省の所掌に係る事業の 産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関すること産業廃棄物の処理にかかる特定施設の整備の 促進に関する法律の施行に関すること。自動車から排出される窒素酸化物及び、粒子状物質の特定地域における総量の削減、等に関する特別措置法の施行に関すること。特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に、関する法律の施行に関すること及び、輸入移動書類に関することを除く。 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。容器包装にかかる分別収集及び最小品化の促進等に関する法律の施行に関すること。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行に関すること。独立行政法人新エネルギー。 産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。独立行政法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。軽量行政審議会の書務に関すること。ありがとうございます。